いや、でも、それはずるいよ。まずはさ、どこに行くかがよくわかってないっていう話もあるんだけどね。え？ここに登るんだよね。ここを、火をだからどんどん辿っていく感じなんだろうな。ここがチェックポイントなんだね。え、こっちじゃないよね、まさか。あ、こっちっぽいな。覚えてきた。打剣を、さっさと片付けていかなくちゃ。早く体を温めこれ結構早いよね、ここの状態になるまでが。ちょっと、ヒヒヒヒ、あったった、火の粉が散ってる。よしよしよし。凍える。ふぅ。これで画面の氷も少し溶けるんだね。では次だね。だ、基本こうやって犬のいる道を道なりに行くっていう感じかな。これで気力を回復しながら、多分もうそろそろあると思うんだな、火の手が。早く体を温めねば。どこだ、あれは違う、あれ来たとこだもんね。上か、そうだね。火はないのか。あった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 。いや、これ焦るな、時間制限あるの。あ、いたいた。このままでは凍える。こんなとこに何してんの。あ、これが火のそばへ来て、その浪人か。はいはいはい。で、結局ホムラの剣は手に入れられたんかな。助かった。お主は無事か。心は擦り切れましたかね。ほう、険しい山であるからな。いただきには何を望むのだ。一騎打ちすんのかな。権力、何でもいい。火の剣ならばこの寒さもしのげましょう。そんなことに使うの。あなたなら登り切れそうだ。あ、どうかお達者で。この人はダメだったんだ。なるほど。で、ただこっから先をどっちに行けばいいかっていう話のような気がするんだけど、どっちだ。このまま正面なんだよね。え、でもこっちだよね、きっと。寒いな。早く。あ、ミシミシ行ってきた。え、合ってんのかこれ本当に。ちょ、これ間違ってるっぽい感じがするな。ちょ、一回戻ろう、ダメだ。あ、嘘、もう体力ゲージがないんだけど。いやー、ちょっと、ジンドが、耐えて。さっきのところに戻ろう、とりあえず。これ、痛え、痛え、体力。ただいま戻りました、侍殿。あれ、侍殿がいない。あの人、どこ行ったんだ。ねえ、あの人はどこ行ったんだろう。いや、こっち外れたったっぽいな、今。行ったけど。え、ここ、これ違うよね。さっき鎧武者じゃなかったもんね。どこ行ったんだ。え、でも、ここを登るって感じでもなさそうだったし、ちょっと、こっちは、あ、お墓、あ、なんかこっちっぽいな。そうだね。これガンガン進んで大丈夫かな。これ、え、いける。カジカンできた。いけないよね。え、行っちゃって大丈夫かな。無理だよね。だよね。すいませんでした。ちょっともうちょっと考えて行動しよう。あ、サムライ殿、再びお会いしましたね。先ほどはどちらへ行かれてたんですか。あ、こっちだね、間違いなくね。まずはこれを向こうに行って、で、あの、左側の壁沿いに、そうだ、あそこに引っ掛けて、こういうことだね。早く体を温めねば。これ、そんなかじかんできたって言ってんのに、こんなとここういう風にして大丈夫なのか、ジンドの。そろそろ火の手があってもおかしくないでしょ。あ、旗がある。あそこだ。あそこあそこ。あれ？火の手は？あ、よかった。つけられんのか。早くつけ。
ちょ、ミシミシ言ってっけど。暖かい。あ、着いたんだ。よかったよかった。これで着かないでなんか、ギリギリの状況で戦いが始まるのかと思ったけど、そんなことはなかったね。え、次はどこ？ちょっと待って。次は。カジカンできた。あ、これか。よし。多分ここ登り切ったらあると思うんですよ。うおー、そんな、おー、びっくりした。ちょっといきなりのクマは反則だと思うよ。で、しかもギシギシいっちゃってるし。いや、まずい。焚き火はどこだ。あ、ここだ。間違いなくここだ。火曜の地に道場。お、よくぞいらした。おお、いるんだ。はあ、え、ちょっとこんなところに。よもやここに人がおる。ほんとそれ。頂きに着いたのはあなたが初。ホムラの剣をお探しですかな。はあ、え、猛虎が火をまとった部分。こんなところでどうやって生活してんのよ。それは我が祖先から賜った。そのカラクニに行った人間がっていうことか。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。いや、ただでは。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。何その小石を拾った後っていうのは。剣を伝授いたしましょう。え、道場を調べる。石を拾え。え、何のために。わけわからん。あそこで石を拾いなさいってことだよね。うん、小石というにはデカすぎるような気がするんですけど。あやつと剣を交えれば技を得たくて。いいんすかそれで。てか、あなたたち普通に真剣で切り合うつもりですよね。ちょ、ダメよ、ジン殿、殺しちゃ。これでもまあ当然殺し合うところまでいかないわけだよね。最後の最後でやめてくれると僕は信じておりますよ、ジン殿。さあ、名もなき道場主殿と刃を交わしましょうぞ。お、なんだ、面白い。おお、出た。これがホムラの剣。危ない。ああ、道場主殿強し、あったかーい。ちょっと気力削られてんのきついな。来た、かぐづち。ついの被験かぐづち。おおおおおお、結構厄介だぞ。いや、あのってませんよ。これガード不能ってことだよね。あ、そういうことでもないのか。え、どういうこと？あ、これで、あー、かぐづち使えるんだ。へえ。こうなってしまったらこっちのもんってことだよね。これガード不能なのかな。ちょっとめった切りにしてますけど。あ、そうだよね、当然そうだよね。そうか、殺し本当。こっちも安心したわ。対馬にあだなす者に使うことの割にはバッサンバッサン切ってたけどね。したからといって天からの授かり物であること忘れてはなりません。いや、無論ですよ。しかしちょっと何その気持ち悪いお辞儀。ちょ、もう一回見たいんだが。種も仕掛けもあるって分かるとなんかちょっと今一つだけどね。油を刀に巻いて小石と鉄で火花を散らして火をつけるってことだよね。そのまんま獅子王誠じゃないですか。いかがなされた、坂井殿。ちょ、どうやって生活してるんですかあなた。なぜここに道場を建てられた。そう、そこ気になる。先祖代々ここで修練を積むのです。属性から離れたこの地で。お主もか。私はここに暮らし教えを伝えております。いや、でもここに来たの初って言いましたよね、あなた。次のものが現れましょう。ずいぶん気の長い話だな。ちょ、あの人坊主か何か。で、日がの時間こうやって過ごすと。
や、絶対飽きるな。命を落としかけたが、ホムラの剣落としかけたの何回か落としてましたけど。何とぞ恩命を焼かれます。深いね。炎に包まれるのは猛虎のみだ。あ、これで終わりなんだ。本当に話しておしまいなんだ。語り部。あ、これは全部、伝承をクリアしたっていうことだと思います。先人の綿棒。ほう。ただ綿棒はね、どんなにかっこよくても、つける気にはならないというか、しかもあんまかっこよくないな、これ。なんでもなしようで。さあ、で、この次なんですけれども、どうしよっかな。石川か、のりおか、まさこ殿なんだけど、これまさこの段、しゅうまくなんだ。なるほど。じゃあ、これ行こうか。この、そのヤンデレ兄貴に会いに行きましょう。うん、あ、ここだね。あ、下にいんのか。なんでこんなところに。あ、なるほど。ちょっとすいません。こっちが気になるんで、まずこっちいいっすか。まさこ殿。お祈りを。いや、これでも、我が先祖にな、まさこ殿のお姉さんと戦うっていうことなんかだ。身内殺しか。すごい表情してんね、神道。声が聞こえぬ。悲しみを含んださ。ご先祖にはできぬお勤めゆえ、あえて黙っておいでなんでしょう。言い方よ。姉の居所が分かった。菊池家。菊池家の古い鳥で。菊池家は出てきてないよね、まだね。ご出立を。もう功を切らしてしまったからな。いや、一人で行かせるわけにはいかないですよね、もちろん。我らも共に参りましょう、神殿。もう血に染まる。そうだよね。最終幕だもんね。いや、どんなドラマが待ってるんだ、これ。楽しみだし、ちょっとその顛末がまた見るのが怖いよね。姉は池田殿の家に入って。池田殿。菊池家の老頭であった。あ、菊池家の部下ってことか。近くの山の麓に親方が。姉はいつも自分の館を欲しがっておったの。あれ、ちょっと待って。菊池家も駒田で転んでおります。姉は館を。神殿の馬は相手で。企んでおるのだろう。足立家を奪い損ねましたから。え？話によると、ある一族が京を構えたらしい。家紋はあの文のものと同じ。ほう。姉君か。今は館を流民の仮住まいにしておるそうだ。故郷を失う辛さがわかると申して。まことでしょうか。いや、部下を集めてるとそういう話じゃないかな。姉君が故郷を失ったとは。結婚して家を出たに住む。そうだよね。全然わからんのよな。なぜ妹のあなたが武家に嫁ぐことになられた。幼き頃、族に押し入られたことがあってな、はあ、私は太刀を手に取り、姉は隠れた。族どもを片付けた後、足立殿率いる侍衆がやっと駆けつけてきたのだ。姉は一目で足立殿を気に入ったようだが、見染められたのは私の方。それで恨みを抱いたとする。ああ、なるほどね。ギリに行き着いたのか。昇進を癒してやりたくて、池田殿との結婚を後押しし、姉は北へと。はあ、なるほど。どうしようか。池田殿と。池田殿とはお知り合いでしたか。前妻に先立たれたが、優しき男と評判であった。優しさなどいくらでも取り繕えます。言うね。なぜ姉君は今になって復讐を企てたのか。あ、なるほどね。わからないのです。これだけわかっておればよい。姉は我が一族を殺し、ちょっと、とりあえず殺しときゃなんとかなるっていう考え方やめません、雅子殿。そこに至るまでの話がさ、気になるじゃないですか、雅子殿。神殿もやる気満々だからね、これね。ラスボス気になるよね。だって、お姉さんの方はだって武力を持たないわけでしょ。というと、その、池田の旦那さんの方が相手なのかな。でも、コモダの浜で死に耐えたって言ってたもんね。わからんこといっぱいあるな。姉君が裏切る気持ちは。しか
しい間ではなかったが、お互いを公約した。いや、そらそうでしょう、姉妹なんだから。公の場でも姉を見かければ挨拶を交わしていたぞ。まさかこれほど憎まれておるとも知らずにな。まあそうだね。あの日は親方にいらっしゃったのですね。朝から館に来て菰田からの知らせを待っておった。蒙古が来た日か。気をもみながらな。あの時初めて姉と分かり合えた気がした。私の孫のために土産を持ってきて懐かれていたのに。それを殺してしまったと。最後を見届けに来たとも知らず、まんまと迎え入れてしまった。足立家の嫁子らは賊と戦ったようですが。そうだよね。戦ったのは私と嫁らで、姉は孫と馬屋に逃げた。その後姉らしきムクロを見つけた。ああ、身代わりを仕立て上げたってことか。誰もか分からぬほどに潰されておった。すげえことするな。しかし金色の帯で姉だと思い、一族の墓に埋めたのだ。あなたが生き残ったことを知り、偽のムクロを作った知恵者です。知恵者だしさ、悔やませてやる。冷酷極まりないよね。とんでもねえ姉妹喧嘩になってきたね。本当に。ちょっとドキドキするんだが。お、ご用心。一騎打ち。民ばかりの場所ならば何があってもおかしくない。戦うのはこれ誰なの？マサコが来た。殺せ！菊池の兵ってこと？やる気満々なんだが、あの人。でも立って見てる。まずはね、我らが腕前をご揃え。門を開けるぞ。はい、承知しました。来ます。だってじゃあ何、この人らはなんだ、菰田の戦に参戦してないってこと。民をかくまっておった。あれはただの隠れ身のさ。姉上、姿を見せろ。あ、来た来た来た。どこにおる。おい、すげえな。おずる。援軍です。ならば人殺しに使えるのか。すげえ言い方するね。これ居合のとこに切りかかるとやっぱり返り討ちなのかな。マサコ殿、道場まで押し通る。承知しました。押し通る。クロードの方が溜めてたのに、ラスボス戦まで。お、あの剣技見たことあるぞ。ここに切りかかると、あ、大丈夫なんじゃないか。なんだ、ちょっと今まで居合で切りかかってくるの待ってたけど、全然そんな必要なかったね。あ、なんか強そうなの出てきた。鎧武者だ。まさことやる気満々。試練一戦。あ、なんかいる。この人でも関係ないな。おお、どこ行くんだお前、貴様。逃げようなと、そんなことはさせぬわ。はい、行きます。殺さないで。この人がまさか花なわけないよね。花はどこだ。山の上の館です。山の館。妹が会いに来たと伝えろ。いや、もうでも花としても出てこざるを得ないからね。姉君を何といたす。やられたことを怖いこと言わないで。私の家族は死んだ。あれはただの。まあそうだけどね、言い方よ言い方。どういう人なのかっていうのは気になるよね。まあ当然お姉さんだから雅子殿よりも年は召されてるわけでしょ。ちょ、とんだおばあちゃんが出てくるってことじゃないの。姉上、さあ出てこい。ドス聞きすぎだろ。あ、来た。そうだよね、そういう年齢だよね。来たか、マサコ。姉上だと騙し、私に誰を埋めさせた。猛虎に殺された百姓の女だ。言い方、口調が。よくも全てを奪ってくれたな。怖いわ、この姉妹。息子の嫁に孫だけ。それのどこが全てだ。足立の死は猛虎に奪われ、お前も殺し損ねた。
だがやっと本当に全てを奪える。どんだけ恨んでたんだよこの人は。殺せ。たかだかそいつらで。ここは食い止めましょう。助かる。あ、時間を作れってことか。なるほど。今だって一瞬で片付くでしょ、ジントンなら。あ、結構出てくんのか。にしても楽勝だと思うよ。ちょっと全然楽勝じゃないじゃないか。ちょ、油断はしないでしょ。ここ切りかかっちゃう。ずるー。ちょっと居合切り、もう恐るるに足らずって感じなんだが。あれ、これ終わり。もうとどめは刺すぞ。ナムアミダ仏。でも政子殿なら余裕でしょ。政子殿、やり合ってるってこと。お姉さんと、お姉さんそんな強いの。あれ、どこ行った。お、まあ当然こういう状況だよね。よくも息子の嫁を、幼い孫を、一族を殺してくれたな。お前の死に比べれば安いものよ。顔が怖い、この人。奪ったではないか。館から追い出し。それはでも逆恨みもいいとこでしょう。ここをさらい。飲んだくれを押し付け、身もこる血を食ったのはお前だ。そうだったの。苦しみを受けてもなお、この生き地獄は。そうだったのか、池田殿。お前が押し付けた地獄だぞ。いずれも私の咎ではない。何を言う。知らぬふりをしておったくせに。すげえな、この姉妹。殺しに来たのだろう。お、切りたければ切れ。ちょっとやりますよ、この人は。本当に終わるのならば本望だ。あ、始末をつけるのは私ではない。え、誰。己自身だ。ああ、自害を進めるんだ。いや、切りかかってきそう。お前も地獄を味わえ。あ、そこは、ほう、そこは武家らしく散ったね。これで政子の正真正銘すべてを失ってしまったのか。皆を痛む代わりに笑い合って過ごした日々を。いや、そうだよね、当然。浮かべようと仲のいい姉妹だったんだろうけどね。見えるのは姉の顔、それだけだ。いやー、が生き地獄なのか。本当だよ、誰も救われねー。敵を撃ったではありませんか。フィニッシュになっちゃったじゃんね。一族のため、その命をかけて。いや、まあそうなんだけどさ、安らぎを求める時です。その果てに何が残ったかっていう話よ。この道は安らぎには通じぬ。そうだよ、ね、ではどこへ。どこであろうな、政子殿。このまま歩みを進めればわかるであろう。それは修羅の道です。もう遅い。そうだよね、屍を築き上げてきちゃったからね。だがお前が呼ぶなら手を貸すぞ。まさか、この人石川なんかよりよっぽど男らしいんだが。あ、復讐記。いやー、結局どこでどうするのが正解だったんだろうなっていう話になっちゃうよね、こうなってくると。政子殿。ねえ。だって、未来を託す子供もいないわけだしさ。いや、本当に、どう声をかけていいのか全くもってわからん。この政子殿に、声をかけられる人がいたら、それは多分、凄まじい人生の経験をしてきた人生の達人ですよね。いや、すげえ話だったな。政子殿のターン。